と思ってます。その他ですね、今回の発掘で分かった第二点としましては、今回その3番目の北から3番目の郭の、まあ、西寄りというふうに、先ほど申したんですが、この部分ですね、まあ、裏の図面を見ていただきますと、若干これ西に張り出している場所になります、に近くなります、まあ、そちら札屋さんがあるんですが、そちらに向かってちょっと張り出す部分になります。でここの部分につきましては、今回は、まあ、そちら、皆さん立っている方、もうすでに埋めてしまったんですが、一部分深く掘ったりしています。その結果ですね、本来のここの、地形はですね、もうこのままだんだん下がってきます。で今この赤土、関東ローム層っていうのがあるんですが、実はそっちのヘリで、3メートルぐらい深く掘ったんですが、まだ関東ローム層が見つかってません。さらにもっと下にこう落ちていくということで、本来ここはもともとここの高台はここからだんだんもうずっと下に落ちていくような、場所だったと考えられます。でどうもですね、お城を作るために、まあ今の高さまでとは言いませんが、かなり土を持ってある程度こう、平場を設けたというようなことが、想定されます。その他ですね、ちょっとこちらからだと分かりづらいかと思うんですが、ここちょっと一段高くなってるかと思うんですが、こっちちょっと下げたところですね、ここの面につきましては、もともとの黒土ではなくて、ここは一応お城を作るために造成した土層だと考えています。そちらから見ていただくと、今ちょっと光の加減で見やすいかと思うんですが、まあこちら赤土、これもともとの地山層なんですが、その上に黒土が乗ってますね。非常にくっきりと層が分かれています。本来今普通の自然に土層を見ますと、このように黒土と赤土がはっきり分かれるということはございませんでして、まあ、黒土があったらだんだんちょっと茶色っぽい土があって、まあ、ちょっとだんだん赤みがかかってローム層になるというような土層が観察されるんですが、ここにつきましてははっきりと黒土と赤土が分かれています。どうもお城を作るときに一回上を削って、もう一回その上に黒土を敷いているということで、まあ、整地あるいは造成をかけてるんだろうなと、考えております。まあ、ちょっと向こう側になるんですが、あちら側につきましてはこの、造成面、まあ、この黒土ですね、お城を作るために持った黒土の中にかなり焼け土とか、炭とか入ってまして、先ほどここは縄文時代の遺跡だと、申しましたが、お城を作るため多分縄文時代の遺跡を壊して、まあ、その時縄文時代の竪穴住居とか壊れたやつが、その中のなんか造成の土に混じっているということで、まあ、焦土とか、炭が入ってくるんですが、遺跡を壊して、まあお城を作っているというのことが、観察されます。まあ、ということでかなりお城を作るために、造成しております。19年度に、裏の、資料の裏を見ていただきますと、真ん中にちょっと黒くなっているところがあるんですが、佐藤先生が一応、お城の、黒輪の周りの溝だと、考えた部分を、まあ、去年掘ってるんですが、そこにつきましては、幅が15メートルの深さ7メートル以上の、大きな堀が見つかった。まあ、7メートルとかかなりですね。まあ、本当にお城を作るために、すごい、まあね、まあ、戦争、命がかかっているようなことですからね、まあ、かなりの、労力でお城を作っているということが、見て取れるかと思います。で、まあ、その他成果の4番目としまして、
今度ちょっとお城とは外れるんですが、こちらの先ほど言いました6世紀の、溝が、これが、まあ成果の、ちょっと大きな成果の3つ目になるかと思います。この堀についてははっきり言って一応6世紀とは言ってますが、何のための堀かっていうのは全然わかりません。大体、まあ、6世紀古墳時代になるわけなんですが、古墳時代の、まあ、溝といえば、まあ、古墳の溝、周りを囲っている溝か、あと、まあ、豪族の、まあ、古墳に、埋められる、当時の豪族ですか、豪族の、住んでいた豪族の館の跡の堀というのが、まあ我々がちょっと、まあ、思いつく、ものなんですが、ここはですね、一応今のところ6世紀、4世紀の縦穴住居とかは見つかってるんですが、6世紀の縦穴住居とかそういったものがちょっとないんですね。で、この堀、実はそこのちょうど突き当たりで北に曲がってまして、19年度にもやはりこの先で、古墳時代の、溝が見つかってまして、どうもそちらの方につながるだろうというふうに、考えられます。ということで、まあ何のためか作ったのかちょっとわからないんですが、古墳時代6世紀の溝が、この高台を横断するように、掘られているということが、ちょっと、想像されます。ご覧の通り、幅、3メーター深さ 1.5 メートルか2メーター近くありまして、これだけ立派な堀は古墳時代でもそうはなかなかないんで、まあ、これは今後何のため掘ったのかというのは、非常に問題になってくるかなと、思われます。まあ、以上、まあ、今回の成果、3つですね。まあ16世紀代の薬溝とか掘った手柱が見つかったと。第2点目は、そのお城を作るために、土を盛ったり、造成を、土地を整地したり造成したりなどの土木工事を行っているということが分かった。で、3番目が、まあ、6世紀代の立派な溝が見つかったという、この、まあ、今回の発掘の主な、成果をまとめますと、この3つになるかと思います。じゃあ、まあ、具体的にちょっと、現地を見ていただくということをしたいと思いますので、どうぞ足元に。